ニュースジョネ、イエーイ、はい、始まりました。今週も須田のお辞儀でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして女子は真鍋さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、うちのチャンネルでまだ一度も取り上げてない、けど世間を、まあ、すごい騒がす、はい、あの話題について取り上げたいんですけど、はい、松本人志さんのね、例の裁判、性加害問題と、まあ、言っていいのかな、まあ、あの本人はしてないというふうに言ってますけど、まあ、何にも論評してないんですよ。だって、まあね、別にその僕ほら外交安全保障で語ってるんであんまり芸能ゴシップみたいなやつもどうかなと、で、まあ、でもすごいやってるんでテレビとかで、なんでちょっとここは須田の時期にね、そうですね、で加えてやっぱり、はい、あの女性のね真鍋さんが出演されてるんで、はい、やっぱり女性目線で怒ってるんでしょ。怒ってる、まあちょっと私も芸能界にちょっといたことがあって、そうか、はい、うん、同じような目にはあったことがやっぱり、はい、誰ですか、あ、言えない、もうそうですね、はい、まあ、俳優かコメディアンかぐらいは、まあでもそうですね、コメディアンか、お笑い系の方、いやでもそんな私は深刻な感じではないですけど、とっとと会社、そうですね、はい、それかあの有名企業の社長さんたち、もしかして港区女子、港区女子、私は全然あの、はい、都内でもないんで、はい、なるほどね、はい、そういうのある、ありましたね、やっぱりなんか聞くところによると、はい、まあ、最後まで言っちゃう人もいる、そうですね、聞いたことはあります。さあ、須田さんの得意分野に今ボールが上がりましたから、はい、はい、ということなんですけども、まあ、今回ね、はい、あの弁護士がついて、はい、代理人弁護士がついてですね、はい、松本さんね、いよいよ、はい、あの名誉毀損訴訟、はい、民事訴訟がですね提起されたということなんですけれども、はい、ただですね、あの今回ね、松本さん、はい、事実無根でーすね、はい、なんですか、それ、まあ、ツイッターでね、うん、投稿されましたね、だから、はい、その事実無根というところがどこにね対象っていうかね、あの焦点が当たってるのかな、どの事実を持って無根と言ってるのか、そうですね、ここが一番注目されてたと思うんですよ、はい、で実を言うと、はい、これニュース上しても言ってたと思うんですけど、はい、ニュース上ねいやじゃなくて昔のニュース上ね、ジョネさんがやってた頃、ねはい、これ言ってたと思うんですよ、はい、私ね名誉毀損訴訟のプロなんです、こう見て、そうだ、確かに、まあ私も何十件もやってるんで、ね、ある意味当事者なんですけどでも須田さんはもっと歴長いですから、大先輩です、名誉毀損の先輩、訴えられたかはね、38戦ね、37勝1分けという、ね、戦歴を持って、素晴らしい、名誉毀損訴訟業界の井上直哉と言われて井上直哉、統一王者、すごいですね、名誉あるんですかね、ないね、ないですか、なるほど、でそこから分析するとですね、はい、あのやっぱりどのあたりでね、はい、防衛ラインを引いて、防衛ラインがこうあるんですね、はい、何を主張していくのか、裁判 で、はい、で何をもってその事実無根とするのか、いろんな事実無根があるけども、どこに焦点を当てるのかっていうのが、はい、一番、まあ、注目されるところだと思うんですよ、はい、で私ね、まあ、今回ですね提訴に至るまでに、はい、3つの防衛ラインがある、3つ、はい、事実無根のね、なるほど、して、はい、で1つ目はですね、はい、飲み会そのものがなかった、うん、本当の事実無根ですよ、我々の考えでね、まあもっと言えばですよ、はい、そんなホテルでね密室で飲み会なんかなかったよと、居酒屋で飲んでるわけですよ、みたいなね感じだったらまだセーフ、でここに一つ防衛ライン引いて、それが事実無根だ、はい、で二つ目としては、はい、いやいやホテルでの飲み会はあったんだけれども、はい、その性的な行為、はい、まあそれはセックスも含めてね、はい、性的な行為なんかなかったの、健全な飲み会だったんだよ、飲んで終わりです、ご飯食べただけです、そうです、なるほど、ねで、はい、みんな明るく帰ってきましたみたいなね、はいはい、そこに防衛ラインを敷くか、はい、いやいや飲み会もありました、はい、性的な行為もね、行きがかり上あった、うん、勢いであった、はい、でもそこでは相手側とつまり女性の側と合意があったんだと、はい、合意の有無をめぐるところでの、まあ言っても防衛ラインというね、はい、3つの防衛ラインがあったと思うんですよ、なるほど、今回松本さんはどちらの防衛ラインを選択されたんですか、2番目に引いちゃったので、2番目、つまり性的関係がなかったと、その行為がなかったというようなところに引いてきた、うん、ただですね、まあ、これに至るまでに、はい、あの田村健二さん、はい、後輩芸人の田村健二さんが、はい、自ら出演しているラジオ番組で、はい、いやいや、飲み会はありましたよと、はい、ただそういった性的関係があったかどうかについては、はい、まあなかったと、はいね、ただ相手の女性の方が嫌な思いをしたんだったら、はい、申し訳なかったというんである種の取材をしたんですよ、はいね、
で、まあ、そこからするとじゃあもうこの段階でその飲み会の有無についてはボイラインしてないんですよね、はい、なるほど。要するに身内からそういうね、はい、証言が出てきた、はい、ただ、そこでじゃあ性的関係なかったと言ったところに引いてしまうと、はい、じゃあ一方で週刊文春というところを、はいはい、見てみるとね、報道を見てみると、はい、要するに、まあそれがどの程度のレベルの性的な関係か、はい、こうね、もう別としてもですね、はい、まあ間違いなく世間一般の常識、はい、あるいは裁判所が、ね、裁判官が認定するような性的関係はあったというのが、はい、まあ言ってみればですね、はい、週刊文春の、記事の柱の一つですよね。なるほど。だからそこでまず一つ争われるんだろうなと、はい、ただこれについては、はい、要するにそれを証言する、はい、だってその、まあ一番最初に第1弾で、はい、ね、連載の第1弾で、はい、証言に応じた A 子さん、はい、ね、っていう方はいつでも証言台立ちますよと、はい、裁判になった場合には証言台立ちますよと言っていた以上ですね、はい、まあそれをですね裁判所で立証するでしょうねと、はい、で加えて第2弾第3弾を見ていくと、はい、その証言台に立つ人は1人だけに限らないんじゃないか、はい、2人目3人目4人目、うん、5人目と出てくる可能性もある、はい、で加えて連載もですね第4弾第5弾と続いていく可能性も極めて高いというところを考えていくと、はい、裁判官の心証なんですよこれ、はい、ね、まあ言ってみれば具体的な証拠っていうのは出てくれば別だけども、うん、あとはですね要するにどちらが、その立証を尽くしてですね、はい、裁判官の心証をあったのかなかったのかに、持っていくかっていうとどうもこれだけ出てくるとね、はい、やっぱり裁判官の心証としてはグレーから黒に近いところに行ってしまうんじゃないのかなと。ですから先ほどの話に戻るけれども要するにもう言ってみればですね証言台に立つというふうに表明しているところを捉えてみるとね、はい、裁判を想定してイメージしてですねあこれは戦っても裁判官の心証というのを覆すことは難しいだろうなっていうので、うん、もう少しですね、ハードルの低いところに私だったら防衛ラインを引いてくる、つまり松本さんの弁護士だったらそういう戦略を取ってくるというところだったんですが、はい、かなりハードルの高いところに引いてしまった。そうですね。だからそういった点で言うと要するに裁判というのは何もね、はい、まあ、これはちょっと法学部の常連さんのご意見も伺いたいところがあるんだけども、はいはい、真相真実をあるいは事実をね、はい、真相を争うことではなくて、はい、事実を立証するところでしかないから、まあ、そうですね、はい、ね、だから真相がどうであれ、はい、要するに、まあ言ってみればその事実無根なのかどうなのかというところだけしか争わないんだからそこはちょっと厳しいんじゃないかなというのが私の素直な感想ですね。なるほどね。どうですかここまで。いやもうなんていうんですかね、芸能界の闇だなって思うんですけど、松本さんだけに限らず、うん、もうそういう話は私、はい、ごまんと聞いてきたので、はいはい、芸能界自体がもう変わらなきゃいけないんじゃないかと思うんです。なるほどね、まあ、あの歌舞伎でもね、うん、相手は対象は男性でしたけど、ね、同じような男性に対する性加害問題ありましたよね、はい、あれも文春でしたよね。文春でしたよ ね、 でしたよね、なんでまあ芸能界あるあるなんで、うん、まあ、飲み会がなかったとまではさすがに言えねえだろうと、うん、問題はその第二防衛ラインで本当にいいのかどうかということで、弁護士さんのこの田代正弘さんという方は、やめ兼弁護士で、うん、しかも陸残会事件で捜査やりすぎちゃって、てめえはげえこの野郎みたいな、やりすぎて、まあ、検察いらんなくなった人なんですよ ね田代さん。これ田代さんのこの方針ってのはどうなんですか。うん、だからその点でね、はい、本当に、だからね、企業のリスク管理なんかを中心にやってられる方なんですよ。はい、で、これ私が聞いた話なんですけれども、はい、ね、要するに松本人志さんに対する弁護士をつけますよと、はい、代理人をつけますよと言った時に、はいはい、吉本興業の顧問弁護士であるとか、はい、吉本興業が弁護士をつけるというのは、はい、かなり難しいんですよ。ですね。で、どうしてかっていうと、もしこれが事実だとすれば、はい、吉本興業は松本さんに対して損害賠償を要求しなきゃならないから、そうですね、企業としてね、そうですね、そう、利益相反になっちゃうから、はい、それできないよと、はい、っていうことで松本さんは、まあ、個人的に弁護士を探していたようなんだけども、はい、2週間ぐらい前かな、聞いた時には、はいはい、なかなかなり手がいないと、ああ、いう話を聞いたんですよ。ちょっとこの事件筋悪いって思われた、うん、はい、ですから、相当ですね、この難しい、つまり、訴える側にとって、松本さん側にとって、はい、相当難しい、ね、裁判になるから、うん、結果的にこれ世間の注目を浴びている以上ですね、はい、負けた、ボロ負けしたっていうことになるとですね、はいはい、やっぱりその弁護士の看板に傷がつくんじゃないかっていうところも懸念する部分がある。なるほど。そして対する文春の方は、はい、バリバリの左翼弁護士ね、あ、ついてるんですか、北村さんっていう方、ね、おー、すごい腕よこの人、私もね何度か飲んだことあるんだけども、はい、頭の切れる方でね、はい、
まあ相当な実力者という ね,、はい、ね裁判には特に、名誉毀損訴訟で訴えられるという確率が極めて高い週刊文春の本弁護士としてはですね、はいはい、まあもう百戦錬磨と言ってもいい。この人相手にですね、はい、企業法務を中心にやってた、こういう弁護士がですね、まあど素人はっきり申し上げて、はい、名誉毀損ではね、ああそうですね、勝ち目ないんじゃないかなっていう、ね、ああそういうことですね、そうあの法廷弁護士とね企業弁護士全然違うんですよ。あ、そうなんですか。あの私の経験談で言わせてもらうと、企業弁護士やってる人ってね、どっちかというと訴訟を避ける人が多いの、そうなんですね。そうなので、あの喧嘩上等じゃない人が多くて、あの僕もね最初駆け出しの頃ね、そういうまあ友達の紹介でその企業系の弁護士にいろいろ相談してたんですけど、もうほんとふにゃふにゃで話がなかったんですよ。で、私はだから今、その、まあね、百戦錬磨の弁護士つけて、だからまあやってるわけですけど、あの、喧嘩上等な人っていうのは全然違うんです。あのね、もう学歴も司法試験の、あの成績もほとんど関係なくて、法廷強い人と弱い人っていうのはもうこれ本当に実力なんですよ。なるほどね。なるほど。って思いません。必ずしも東大法学部じゃないですよ、強い人ね。で、加えて言うならば、ほとんどでこの人の名誉毀損訴訟って、はい、決心まで行くってことないんですよ。途中で裁判所から勧告されるわけ、はいはい、もういいかげんに俺もさあの判決文書くの面倒くさいからさ、ね、なんとか和解してくれないって、はい、和解してくれたら判決文書かなくて済むんだよなぐらいの気持ちなのよ、はい、判事が、はいはいね、ですからそういった意味で言うと、まあ、あの言ってみれば途中でね、はい、何らかの交渉、はい、で法廷外の交渉が効くというふうに勘違いしてる部分もある。なるほど。文春側は多分判決出るまでやるまんまんですよ、ね、そうもう喧嘩上等だから、でむしろ判決取りたいというところでしょうし、だからその辺からするとやっぱりここでも誤算が生じたのかなと私は思いますけどね。なるほどね。どうですか。いやーやっぱり弁護士さんって大事なんだなって思います。大事ですね。大事なんですね。じゃあ田代さん、そういう意味で言うと法廷弁護士でもないし元のキャリアが検事ですから刑事訴訟なんで、ちょっとこの名誉毀損厳しいですね。厳しいで、ね、アウェーですね。でしょうね。ただでさえアウェー。でもねその一方で、はい、真実であるかどうかの立証と真実相当性って最近流行っててね、はい、でまあ、信じてもしょうがないかのような、そうそうそう、まあ事実があるみたいな ね、はい、でただしねこれちょっと誤解があるんだけども、はい、最初から真実相当性を争う裁判じゃないんですよね。なるほど。真実か否かね、その立証を尽くした上でそこまで立証したんだから、あ真実相当性あるねと、ね、最初からねいや真実に至るぐらいの、ねうん取材やったんですよとかね、はい、あのそう思うぐらいのね、はい、結果的には真実じゃなかったですけど、はい、こんなのないの。なるほど ねあだからもう文書は自信を持ってる、自信持ってる、取材に自信持ってるって、ね、ちなみになんですけど、うん、証言だけで、ねうん、これ立証されちゃうんですか。うん、ですからねその時の、はい、じゃあ物証とかってよく言われるのがあるんですよ、こういうケース。例えばね、はい、メモ書き、はい、要するにこういうふうに、はい、被取材者は語りましたよね、はい、ノートに対するメモ書きであるとか、はい、取材ノートであるとか、はい、であるいは音声データであるとか、はい、これも立派な物証なんですよ。なるほど。喋ってるねとあの時にというような、はい、ところですから、例えば何かね、はい、性的関係があった、強要があったというような、はい、証拠物件が出てこないと圧倒的にフリーということではないんですよ。なるほど、ね、なるほど。でまあそういった点で言うと、まあ、今回のケースで言うとね、はい、まあ繰り返しになるけども週刊文春もその次第その手の次第については百戦錬磨ですけど、はい、もっと言えばだよ、はい、これ名誉毀損訴訟になることを前提に記事にしてますからね。で想定ないので文春からすると、そしてどうなんでしょうね、被害者の方も皆さんこれね、はい、第1弾の、記事をぜひ見ていただくと分かる通り、はい、取材に応じるにあたって被害者と称する女性の代理人弁護士も立ち会ってるんですよ。あということはね、じゃあもう証人尋問応じる気満々ですね。ね、ということはよ、要するに週刊文春サイドももちろんこの記事については会社の法務部と、はいね、そして顧問弁護士の目を通ってるわけですよ、はい、もう訴訟前提ですから、はい、でそうするとね、もう最初からですね両者の代理人、ま、と称する人たちがすり合わせしてたとしてもおかしくない、はい、なるほど。つまり今回の一件っていうのは記事になって終わりじゃなくて、はい、もう裁判を含めてワンパッケージで週刊文春サイトは仕掛けてる可能性高い。ああ、そうそう、ますます罠にはまった可能性ある。そう。うん。で、加えてね、これを要するに刑事事件化しようとしたら強制わいせつ罪なんですよ。はい。はい。ね。まあ、その後法改正が行われたけども、はい、事件というのは、強制わいせつ罪が、はい、が適用される時期に行われてる、はい、この時効7年なんです、はい、8年目の告発ですから、はい、もう時効引っかかってて、はい、刑事はもう無理です、刑事は無理という状況、はい、そうすると女性としてね、はい、やっぱりでも私納得じゃない、なんとかね一矢報いたいね、松本さんにギャフンと言わしたい、
という思いだったとしたら、はい、要するに、警察に行くことも不可能だから、はい、やっぱりこういうね、メディアを通じて、はい、でしかも、吉本興業の圧力に屈しないような、メディアを通じて世の中に告発をするというね、うん、まあこういう動機があったんじゃないかなと。なるほど。でそうするとね、やっぱり最初からですね、はい、その一矢報いるということが目的だった以上ですね、はいはい、まあ法廷までもつれ込むというね、持っていくっていうことも、うん、もちろん想定の上だと思いますけどね。なるほどね。これ気をつけなきゃいけないのは、うん、下手するとその証言だけで、うん、不法行為認められてしまう可能性があると、うん、いうことなので、うん、その証言もだから示し合わせて誰か貶めようと思えばできちゃうので、防御側もですね、逆に言うとそういう事実がないっていうのはアリバイちゃんと取っとくとか、他の証人もいて、いや、そんなことなかったよって言ってもらう人いないと、やっぱ厳しいと。で松本さんもアリバイはなくても会ったことは認めちゃってるので、こんなことはなかったよっていうのは証言をだから、うん、誰か証言してくれる人いるんですかね。だからそこなんですよ、はい、そこはね、おそらくその芸人仲間と言ったらいいんですかね、はい、放送作家も含めてね、はい、でそれが証言に立つかどうかなんだけども、あ、どうなの、事実としては立たないんじゃないですか。だって自分へのダメージが、はい、ねすごいので、ね、でもこの弁護士はその辺のことはあんまり計算しないでこんな高いハードルを自分に課しちゃったんですか、うん、いや、どうなんですか。だからとは言ってもですね、はい、やっぱり、代理人を立てるというかね、その被害を訴える人がいたならば、はい、弁護士としてそれに寄り添ってその意向を組むということも、はいはい、弁護士の立派な、まあ、そうですね、違い責任を叶えるわけじゃなくて、はい、要するに、その反論のね、うん、反論の、まあ、権、反論する権利ありますからね、松本さんもね、そちら側に立つというね、はい、という立場に立ったんでしょうけども、はい、ただそのあたり考えると本当にね、最初が勝つつもりあるのというところ、だから、だからね、先ほどの冒頭の話も戻るけれども、はい、合意があったかなかったかのというねラインを避けてくれば、はい、いや、あったんですよと、はい、ね、だってお金もらってんじゃん、だって後でライン出てきたじゃない、あ、というところで、で後になって悔しいという思いはあったかもしれないけれども、はい、ね、お金、ね、これじゃ少なすぎるわという思いは、はい、もしかするとかにあったかもしれないけども、はい、でもその時点では、はい、合意したからこういうラインに来たんですよねという、いくらでも組み立てようがあるんですよ。なるほど。ちょっとじゃあ戦略間違えちゃったかも。だからそこはちょっとミスったんじゃないかなと私は思いますよね。なるほどね。まあでもミスったも何もちょっと軽率でしたね。ねえ、まあ芸能界では常識なんですかこういうの。いや、どうかは分からないですけど、はいはい、でも芸人さんとかに限った話ではなく、俳優さんとかではなく、はいはい、プロデューサーさんとか映画監督さん、あ、映画監督ね、マネージャーから仲良くなれって言われて、むしろ私はそれにびっくりして、そういう意味でほら、そのしおんさんがもう同じことでもう完全に越されましたよね。そうですよね、はい、もうね、まあ、言い方よくないですけども、食いまくりだったんですよね彼は。あ、そうだと思います、ね、自分の映画に出しちゃうからみたいなことをやってたんですよね。そうです、女の子たちも、はい、だから彼女たち側も決してね、その誰かその大物に会わせてやるって言われて、ね、行くべきじゃないんですよね。だから本来ならばその飲みの席ですから、何が起こるかわからないということはやっぱ女性側も感じてなかったらいけないと思うんですけど、これがなかなかしたたかな女の子が割と芸能界は多くて、女の席は女みたいな、そうですね、やっぱりのし上がってやろうっていう、それでのし上がって気持ちの持ってる女の子が多かっただと思うんですよ。私もいや、ね、友達で強いなと思った、はい、あの人とか、ちょっと実名は言いますけど、実名はもちろん言いませんけれども、はい、いて実際に、でそういう子たちは今までやっぱり訴えるっていうことは絶対してこなかったんですよね。あ、まあ、そ自分の権力の源泉ですから ね、もうそうなんです。このビジネスモデル否定されたら困っちゃいますからむしろプロデューサーに、とある方に、自分からもっと、もう体を使ってでも売り込んでこいって言われたことがあって、そういうものかと思って、私はだいぶひよりました、もう無理だと思って本当にひよって売らないし、ひよってそうですね、あれだったんです、いやでもいいといいんじゃないですか。いや、もうそういうことはひよらないで言っちゃう人もいるってことね、できる人もやっぱりいて、でも今までそれが芸能界の多分男性たち、売れてしまった人たちは当たり前だったんですよね、はい、マネージャーからけしかけられて、女の子がいて、本当に逃げたのって言った話を聞いて、やっぱりその事務所を辞めたっていうことにもなった女の子もいたし、だからそれはもう松本さんが悪いっていうわけではなくて、そういう風にした体制、はい、体制が私本当に悪いんだと思うんですよ。
今の話伺ってね、私思うんですよ、はい、むしろそういったことを法廷外で、はい、そういったね主張をしていくべきだったんじゃないかなと。なんでそういうことを言ってるのかっていうと、私ねこういう経験があったんですよ、はい、自分が訴えられて証言台に立つことがあってですね、はい、証人尋問させられることがあってですね、はい、その時に職業とかいろいろ書くじゃないですか、で法廷でね宣誓して、まあ、出るわけですよ、ね、はい、そしたら裁判官が変なこと聞いてくるわけですよ、ジャーナリストってどういう仕事なんですか、テレビ出るって大変ですか、ね、その時緊張しませんかと。いやこの人何ファンみたいなつまり何が言いたいのかというと、要するに後で聞いてみるとね、その裁判官にとって、はい、初めて出会った種類の人間なんだろうね。あ、だから要するに自分の個人的な興味津々でそういうことをどん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 聞いていった、はい、つまり何が言いたいかっていうと、要するにそういう世間一般の常識にほとんど毒されてない染まってない人たちが裁判官なわけ。なるほど。つまりそれがね世の中の常識ですよとか、あるいはその業界の常識ですよと、ね、うん、いうことなんか事前にの入ってないの頭の中。なるほどね。つまり、女性は弱いもので、はい、ね、まあ言ってみればですね、飲み会に誘われたり、はい、ね、断れないような雰囲気されてしまって、はい、いいそぐわのそういう行為に及んでしまった、はい、これよく理解できるなみたいなね、うん、というようなごくごく世の中の表層的な一般的な常識で生きてる人たちだから、はい、でその中で、裁判やって、その裁判官の心証をどっちに持っていくのかっていう、はい、こういう、まあ言ってみれば言うなればゲームだからね。なるほどね。じゃあむしろ法廷外でちょっとこう暴露も含めて新暴露みたいな感じでやった方が良かったのかもしれないということです。いやー嫌な話、真鍋さんまさかの、まさかの告発でしたね。そうですね。いや常識だったのね、ある常識。そうですね。だから本当に女性側も、女性側がかわいそうだなって、はい、そのもう事務所から言われるっていうのが、本当に守ってくれるべき事務所がむしろ言わないっていうのがすごいショックだったんです。なるほどね。そう、だからそういうのは嫌で辞めちゃう人もいるんでしょ。やっぱりもちろん嫌だって言って辞めるんです、大体は。でも、そうなんですか。残っちゃう人がいるんだ。残って突撃部隊だよか、残っちゃう。あの結構タフにね生きてらっしゃる方も多かったんですけど、でもやっぱりなんていうんですかね、そういうことも分かりながら、こう頑張ってねやってきた女の子もいるんだろうなっていう悔しい思いを抱えて、辛いね、辛くても仕事が欲しいって思ってねやってきた子たちもいるんだろうなと思うと、やっぱりね、もっと女の子もかわいそうだし、かといって松本さんだけを責められないって私は思うんですよ、周りの芸人。それこそね、そのさんもね、あの澤高屋さんも、まあ今まで他にもいっぱいいますよね。まあ左翼系の人結構多いんですけど、そういうと。なのでまあそういうことですね。で、はい、まあ違う業界言えば、はい、デイズジャパンの広川さんとかね。あの人ももうバリバリ最後ですよね。原発最後みたいな人ですけど、あの人もあの有名な性加害で、まあある意味もうダメですよね。こんな人がみたいな人ですよね。あとはほら、あの岡なんとかってほら、あの、はいはい、原爆の記念館にいる人も、はいはい、あの人もそれバレて、記念館閉鎖になっちゃいましたからね。そうなんです。長崎の原爆資料館でしたっけ、あの左翼資料館みたいなあったんですけど、はい、その人の性加害問題で閉鎖みたいな。だからもうなんか業界思想問わず、いろんなところであるということ。いや、闇ですね。いやあんな感じでございました。はい、ということでお時期ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き裁判の行方を見守っていきたいと思います。はい、ということで、ニュースジョネ、今週この辺で終わりにします。また来週。